ありがとう。はしもさん、こんばんは。ちょっと今日は携帯からお送りしているので、コメント読むのがもしかしたら遅いかもなんですけど、全部メニュー入っているので、そう、ここまで、しかも長く弾いたからね、長めに弾いたし、そう、なんかいろいろ赤いかも今日は。なんかそうそんな感じです。わあ、小倉彩香ちゃんありがとう。くまちゃん、くまくまありがとう。嬉しい。今日の写真はハロウィンの日に投稿するので、お楽しみに待ってていただけると嬉しいです。はなくんありがとう。嫁になってってね、嫁だね、じゃあありがとう。アースさん、初めて見に来れた、ありがとう、来てくれて嬉しい。ちょっとお話し会終わりで、ちょっとあれなんですけど、メイクちょっと落ちちゃってるかもだけど、ありがとう。お、来年の通称ありがとう、来てくれるの嬉しいね。ハロウィンまで楽しみに待っててね。びっくりしたよね今日はねゴエンさんありがとう。ゴエくんありがとう。 I love you、 ありがとう。生で、初めて生で見たユーカティアン、ユーカティアンは可愛かったか。それはよかった嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。そう、昨日のニヤカワからですよね、フルーツジッパーさんとツーマンライブをね、ありがたいことにさせていただいて、ご一緒させていただきまして、そう、昨日もね、話したいこと多分いっぱいあるよねみんなね。昨日の話からしよう。昨日の話して今日の話しよう。そう、昨日はね、おお、今日はニット着てるから毛がほわほわした今。昨日は大阪でね、ライブをさせていただきまして、そう、二つ結びにねしてみた。なんかなんだろう、フルーツジッパーさんのイメージが結構やっぱこう、髪もくるくる系のなんか可愛い系をされてる方が多いイメージだったから、で、衣装もニアジョイの衣装も今回2周年のキラキラ衣装だったから、まあ、可愛いにちょっと振ってみようかなと思って、久しぶりに2つ結びしてみました。そう、なんかなんだろう、ポニーテールとかおろしとかももちろん可愛いんだけど、ちょっとまた可愛いのジャンルが違うというか、二つ結びは私の中でキュルキュル系のね、可愛いにちょっとやってみようかなと思って挑戦してみました。アイリンさん、はじめまして、お願いします。ゆうかちゃんの、嬉しい、フルパーさん好きのお友達さんが、ありがとう、嬉しいよ。そう、そしてね、私の一番可愛いところをね、まさかのコラボでさせていただけるというね、幸せすぎる時間でした。おー、ムージーさん、よろしくお願いします。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる、君が一番すごいすごいよ、すごい好きだ、私が一番可愛いの、私もそれに気づいた、彼それ可愛い、あれ可愛いなんて、なんてで可愛いなんて言わないで、私以外なんてやだ、なんてありえない、嬉しい、楽しかった、ありがたいです。振りコピしたよ、覚えたよ、頑張って、楽屋でもめちゃめちゃ練習してた。
ずっとずっと練習してた、音楽流して。さやちゃんタワーありがとう、嬉しい。さやちゃんありがとうございます。ちょっと読むの遅くなっちゃった、ありがとう。さやちゃんコメントお探し中、ありがとう。嬉しい、いっぱいね、目ね、ライブでも会えて、もう今日も会えて、本当に幸せすぎる時間だよね。でね、コメントを探しちゃう。見逃してないかな、見逃してないかったら大丈夫、大丈夫かも。ありがとう、さやちゃん。嬉しい。なんかこんなさ、連続でさ、会えるのもさ、なかなかね、この今のスケジュールだからこそっていうのがさ、すごく嬉しくて、めちゃめちゃ会いに来てくれるのも嬉しいし、ライブとかこういう時にこう目会える、目を合わせられるのがとっても幸せです。いつもありがとう、ハートハートの中に入っている感じに慣れている。たくさんたくさん、本当だよ、たくさんラブで溢れてるね。え、嬉しい、会えて。まだね、会える予定があるっていうのが、そしてさらに嬉しいこと。ありがとう、タワーまで。可愛すぎるのはさゆちゃんの方だよ。ありがとう、嬉しい。これからもいっぱい目合わせるね。ありがとう。こんばんは、すずやさん、よろしくお願いします。ありがとう。え、会いたくて。そりゃ私も会いたいよ、嬉しい。ライブでぜひ赤のペンライトフリフリ待ってるね。そう、 TikTok もね、そうなの。さくやさん、はじめまして。気になってるので、兵庫、お、兵庫なんてもう今日の23時59分までの受付の、お、申し込んでくれたの？ありがとう！嬉しいよ。ありがとう。なんかさ、ニアジョイもさ、可愛い系のさ、楽曲あるけどさ、なんかもう動きが、めちゃめちゃ可愛くて、フルーツジッパーさんの楽曲。そう、ニアジョイとはまたなんか違う？やっぱりこう、違うので、なんか新鮮ですごく楽しくて、鏡の前で練習しながらずっとキュルキュルしながら楽しかった、楽しい練習でした。サムちゃん、I love you! ありがとう。お、来年の通称もよろしくね。岸さん、はじめまして。マイマイさん、はじめまして。よろしくお願いします。アイリーさん、ありがとう。最近ゆうかちゃん見つけて、とタイプで大好きになっちゃったから、え、嬉しいんだけど、よろしくね。これから私も早くお名前をね、どんどんみんなのことを覚えられるように頑張るね。楽しい推し活になれるような推しになる。ありがとう、嬉しい。これからもよろしくお願いします。皆さんありがとう。ちょっと今日は携帯なのでコメントのね、見える範囲が少なくて、私今スライドしているんですけど、ちょっと読むのが遅くて失礼いたしました。ありがとう。最近ないけどオンライン、お、嬉しい、会いに来てくれるのめちゃめちゃ嬉しい。ありがとう。通称見つめ合いね、私もね、みんなとね、見つめ合いなんてね、したいに決まってるじゃないですか。でもみんながさ、恥ずかしがってさ、目線そらすんだよね。ねえ、みんな。そう、見つめ合いっていう枠作ろっかな。選択肢ね、自然そらしちゃダメだよ。つい最近ゆかちゃんのこと知って可愛すぎて、あら、めっちゃハマっちゃってる。ぬまりぬまりぬまり。テンション高くてみんなついていけてる、私のこのテンション。間違いないよ、君は確かに。
ツーショットは今までの感じだとなんかポーズが決められてて、まあ、ピースとかハートとかあるんだけど、そのポーズの中でなんかなんだろう、まあ、ピースもさ、あの頭を柔らかく考えてみたら、これだけじゃなくてあのこういうのもピースだし、なんだろうな、こういうのもピースだしっていう、こう結構頭を柔らかめに考えたら結構いろんなピースがねできるので、そうピースとかハートも、あのこういうハートもあればこういうハートもあるし、一緒にハートもあるしみたいな、そうそんな感じでね、あの候補的には4つなんだけど、その中でちょっと頭のこのなんだろう柔軟さを生かして、こういろんなねポーズができたらなと思っております。まあポーズ的には4つです。そうえ、嬉しい、おたかつしたいって、対面絶対撮る、お待ってるね。そうありがたいことにね、ツーショット撮影会が1月の、ツーショット撮影会がありがたいことに5部が 一枠追加となりまして、あの 1,2,3 部だったんですけど、今までプラスで5部をね、あの受付も先週からスタートしているので、ぜひぜひ、そして3部がねありがたいことに完売いたしました。みんなありがとう。なほほんさん、はじめまして、よろしくお願いします。まちゃちゃん、守りたいこの笑顔、守って、ありがとうありがとうございます。前はねなんか4つポーズあるって言ったじゃないですか。4つ目はくしゃみ出そう、ちょっと待ってね、集中。あの4つ目は結構あの自分たちっていうか私たちが結構こう考えてみたいな感じで、前回は君夢ポーズと楽曲のね、楽曲のポーズがあるんですけど、君夢ポーズと何してましたっけ君夢ポーズの印象が強すぎて、なのでね、これって何ってみんなに聞かれて、説明じゃなくて、なんだっけ、ちょっと待ってね、なんかね これをした、名前を忘れた、でもこれをしたなんて名前だったっけな、なんて名前で書いてたんだろうほっぺつんだ、ほっぺつんだったって、これじゃなかった、ほっぺつんしたらしい、ほっぺつん、これじゃなかったんだ、あごぐあごぐ、片手だったら全然かわいいとかじゃないでしょ、あごぐ、ほんとに、よいしょ、違うかった、ほっぺつんだ、ほっぺつんって書いた、ほっぺつんって何ってみんなに聞かれた、ほっぺつん。あ、今日の配信は50分ぐらいに終わりたいと思います。明日はアリスちゃんのバースデーなので、時計とにらめっこしながら私は12時ぴったしに投稿したいので、10分前からちょっとカウントダウンのために配信を終わりたいと思いますです。ほっぺつん、ほっぺつんっていう文字だったわ、決め夢ポーズここが脱出ですからね、夢をこうやって見てるんですからね、夢を見たんだってなってるからね。レグルさん I love you、 ありがとう。そう10分ぐらいねこう余裕を持ってしないとね、こう何が起こるか分からないからねそうだよ、君夢ポーズは夢を見たんだポーズだよおーっとっとっと、ちょっと座り方変えたい、よいしょ。そう、来週のお話し会はくまちゃんヘア、ここにねお団子をね2個する、初めてするかも、
人生でも初か、まあもし遠い昔に1回とか2回とかやってたことがあるのかもしれないけど、私の記憶上はないですないんです。なので私もとっても楽しみな日になりそう。しげてさん、シュークリームありがとう、嬉しい。そう、こまちゃんヘア。てかさ、今日寒くない？もうびっくりしてびっくりしてびっくりしてるんだけど、本当になんかもう今日はさ、こうしてこうニットを着ているわけじゃないですか。私ニットを着て、しかもその上にジャケットも着たのね。なのに寒かった。私冬、今年の冬は私結構おしゃれに過ごしたいって思ったのね。冬の私の憧れは、冬にこう真っ白なお洋服を着て、マフラーをここにつけて、こうここがふわって、ちょっと後ろの毛がふわってなってる女の子がめちゃめちゃ可愛くて好きなのね。そう、だからそんな感じでおしゃれな冬にしたいなって思っていたんですが、もう今日の寒さで私はもう無理かもってちょっと心が折れかけています。理想はこれでも、実際外で歩いてみたらもういい、今日なんて長袖長ズボンで寒かったんだから、もうどうしよう、もう寒くて寒くて冬耐えらんないかも。もう寒がりなのよ私は。困っちゃうよね、私も困る。でも一番好きな季節は冬なんです。もうね、クリスマスからの流れは最高すぎる。もうね、クリスマス街中が、それこそハロウィンが終わった後、まあハロウィンは楽しみですよ、だけどハロウィンが終わった後ってもう街中がもうイルミネーションとクリスマスの色になってくるじゃないですか。もうそれが大好きすぎて、もうね、街を歩けばもう鈴の音みたいな、シャン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 、走れそれよみたいなのがさ、こうオルゴールみたいなさ、こうそう流れたりしてさ、もう最高に楽しみなのね。もうクリスマスの景色がすごい好きなの。さあ、好きなの。シャン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 、走れそれよ、風のように雪の中も軽く早く、ねえ楽しみすぎる。でも私さ、結構これクリスマス好きって言ってんじゃん、結構言ってるじゃないですか。私よりね、私も好きな自信はあるんだけど、私よりさらに好きなのが好きなんだろうなっていうのがすごいレノンで、もうレノンはもう本当にもう2ヶ月前ぐらいからクリスマスのカウントダウンカレンダー入れて、なんか教えてくれた、あと100日だよってクリスマスまでって。こう私はこうクリスマスに向けてのカレンダーを入れたことはなくて、ちょっと負けてるなというね、ちょっとクリスマス愛がちょっと足りてない、悔しいと思ってる思っているが、私は私なりの楽しみ方があるので、レノンはすごいなっていう風に見てます楽しみ方がなんかプロすぎて、そうそうなのよ。でもクリスマスの音楽は聴くのは一生と思いながら、クリスマスの音楽の曲調が好き。私音楽のねプレイリストめっちゃある方じゃないのね。基本なんかこう練習用で使うこととかが多くてあれなんだけど、睡眠系オルゴールとか、そのなんかカフェの音とかとクリスマスソングだけは私プレイリスト入ってるもんね他でもなんかあるけど結構初期に作ったそうなの、めちゃめちゃいいよクリスマスって、年中クリスマスもう最高だよね。英語で喋れないっていうね、こう曲調が好きっていうね、
なんてなんて言わないで、ふやふやなんて言わないで。私の中では歌ってる。良すぎて聞き取れんやろ。ねえ、聞き取れんやろ。ネイティブすぎてね。そう、もうクリスマス好きにはなるとね、もうここまで来ちゃうんよ。ほんとまだハロウィンも終わってないのに、あの今年のハロウィンに私は今日のあのお話し会でやったあの仮装のお写真を投稿しようと思ってるんですけど、私毎年ハロウィンの日にちを勘違いしてしまうっていう、ほんと結構怖いので、あの前日から皆さんのリマインドを結構求むって感じなんですけど、そう、前日&当日、もう本当になんかまず10月ん11月末だと思ってたのね。なんかハロウィンとクリスマスが近いっていうイメージなの、私の中で。近いってなったら11月末からのあの半月後にあのクリスマスみたいな、そういうなんかこうニュアンスなのよ、私の中で。結構そういうイメージがありまして、本当に危ない。そう、11月、そうなのよ。前日誕生日、おお、それ覚えたい、絶対に覚えたいよね。頑張るぞ、絶対に忘れないぞ。ハロウィンの日、ハロウィンの日を間違っちゃったらお誕生日の日がずれちゃうから。絶対に覚えるべき。嬉しい、嬉しい。配信とパフォーマンスのギャップがいい意味ですごく沼でハマりそうですって、ありがとうございます。嬉しい。もうね、話すとのもうなんかふにゃふにゃしすぎて、ちょ、私もうあのなんだろう、もう芯がなく、もうふらふらとしているので、はい、ちょっとあの、ね、びっくりしない、びっくりしちゃうと思うけど、びっくりなさらずっていうね、引かないでって感じ、引かないでいただけたら嬉しいです。あの、はい。鈴奈さん、ありがとう、ありがとうございます。イメージと違うよね。そう、なんかやっぱステージだとなんかしっかりしちゃうというか、まあ、パフォーマンス私結構なんか力を入れてるって言ったらあれですけど、やっぱこうパフォーマンスでこうお届けしたいというか、その曲とかの良さとかを届けていきたいって思っているから、なんかパフォーマンスに、ね、なるとこのふにゃふにゃの村山優香じゃないんですよ。なんかふにゃふにゃはね、なんだろう、アンコールとかだったらまた違うと思うけど、ちゃんと踊ってる時というか、踊ってる時はちょっとふにゃふにゃじゃないから、配信の時と違うく見えるんだと思うです。思うです。はやたくん、ありがとう。おしりしかがたん、ありがとう。ずっとそのままでいて、かたんでいてください。はじめましての方いらっしゃったけど、わかんなくなっちゃった。ありがとうございます。あ、ピーチティーとピーチパイのお話も、え、私そっから配信してないよね。そうかもね、MV 公開したっけ、してないよね。でもピーチティーとピーチパイの話してないかも。おしょしょしょ、しましょうしましょう。ももかがいつだっけな、この間配信してた時に話、失礼いたしました、携帯の充電がありませんでした。20% になってしまった。そう、ピーチティーとピーチパイの話をしていたみたいなんですが、何から話しよう。
なんどっから話しようかな。振り入れから、振り入れの前か。そう、ももかが言ってたのかな、ももかのそのセンター発表の日っていうのが7周年コンサートイコラブさんのを見に行かせていただいている日で、その後一緒に帰ってた時に知って、私たちももう隣にいたから、初めてなんかセンター発表とかメンバーのセンター発表の時にメンバーの近くにいたことが初めてで、なんかすごくなんかもうおめでとうの気持ちでいっぱいだったし、なんかね、ももかまあなんだろう、芯があるからそんなにあれかもだけどね、少しでも力になれたらなという気持ちでしたね、やっぱり。うんうん、そうでもすごく嬉しかった、なんか隣でそうね、ま、うん、そう隣で発表だったから、そのなんか発表の時は隣にいなかったけど、その後全体で知った時にまだ桃花が隣にいたので、そうなの、すごくね、多分ファンの皆さんも好きな系の、好き系の楽曲というか、テンション、うん、なんだろう、ライブで盛り上がる系のコールとか多分たくさん入る楽曲なのかなと思うので、先日もニアカワでもうすごかった、コールがめちゃめちゃみんな声出してくれてて、めちゃめちゃ嬉しかったです。だからなんならちょっとすごくびっくりしたのが、福岡のホールツアー初日で初披露だったんですね、ピーチティーとピーチパイとダダダダってが、初披露なのにもかかわらず、もうみんな初披露でコールが揃ってるっていう、ほんとなんかファンの皆さんの団結力というか、もう結束の強さを感じました。もうすごすぎて嬉しかったですよ、それはもちろん、もうすごかったね。なんかその後家族とね、私お話しする時間があったから家族とね一緒に過ごしてたんだけど、その話になって、ね、普通だったらこの曲の途中でなんかこうリズムとか変わるかもしれないじゃんって、なのにみんなちゃんと尺もぴったしでこう言ってるっていう、本当にすごいねっていうのを家族で話して盛り上がってた本当にすごい、皆さんありがとうございます、嬉しいね楽しかった、嬉しい、いや本当に、いや私たちもそりゃもちろんなんだろう、初披露でコールが入るとは思っていなかった分、もうびっくりもありましたし、なんか嬉しかった、やっぱコールって私たちのテンションもやっぱライブ中に上がってくるものなんですよ、だんだんこうテンションもみんなのおかげでさらにこう上がってみたいな感じになるから、皆さんのおかげでっていうところもすごくあるので、ピーチティとピーチパイ、まあ、ダダダダっても含めてすごくなんか嬉しかった、ありがとう頑張れこちゃん、頑張れ、ありがとう、すごいバルーンだ、ピーさん虹ありがとう、ありがとうございます。そうダダダダってのお話もダダダダって多分皆さんもう聞いてくださったかな、そうまだ聞いたことないよって方ももしかしたらね、なんかツアーで初めて聞くんだってつぶやいていらっしゃる方とかもお見かけしているのであれなんですけどね、嬉しい、そう初のユニット曲という形であゆみんとみつきと3人で出演じゃないね、ダダダダってという楽曲させていただきました。めちゃめちゃ緊張しましたね、楽しみだよね、ありがとう、嬉しい、なんかこうねみんながそれこそ今日のお話し会とかでもおめでとうってみんな言ってくれてめちゃめちゃ嬉しかった。なんかねファンの方の中で私ダダダダってのなんだろう、10月16日になった途端にサブスクで解禁されたじゃないですか、カップリング曲も。
その瞬間もうめっちゃエゴサしててドドドドってで気になりすぎてでこうおーって思ったのが、あの初恋シンデレラはどちらかというとまあ男性目線というか目線じゃないですか、プリンス目線なんですけど、初恋あちゃ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 ダダダダってはあのプリンス目線って言ったらあれなんだけど、あ違う待って、プリンセス、待って英語がごちゃしてる、英語逆なんか待ってごちゃしてる、私のプリンス、そうプリンセス目線なんですよね、そうプリンセス目線なんじゃないかっていうツイートを見てそう一緒になっちゃったそう女の子目線なのかな、そうなってて、私もその披露する前にね、歌ってこう歌ってこう踊って練習してる時に、え待ってこの世界線あるんじゃないって思ってからが、もうさらにこのダダダダってのなんか聞くなんか物語っていうか世界が変わって、もう面白くて本当にそうなのよ。なんか初めのまあ頼りないけど私のプリンスっていうところも、あの初恋シンデレラっていうその主人公は実は頼りないんだとか思ったらなんかすごく可愛く見えてきちゃうし、なんかもうそれを照らし合わせるのがもう楽しくて、そうなのよ。なんかその初恋シンデレラだったらこれはあくまで私の考えなので、いろんな考え方があっていいと思うので、あのこれがもう正解とかではないんですけど、私のこのテンション上がってるゾーンね、このテンション上がってるゾーンはなんだろう、あの初恋シンデレラでは結構まあ、女の子が男の子にこう回覧板じゃなくて踊り場で、もう言葉が踊り場でこう好きって言うじゃないですか、私はそこでキャーってなってたんですけど、そうでも実は女の子も結構なんだろう、あんまりこうグイグイ系じゃないというか、割とこうダダダダってではあのそうダダダダってでは結構控えめな子なんですよ。あんまりこう自分に自信がないって言ったらまた違うんですけど、なんか大丈夫かなみたいな、結構不安ね、こう不安だけどでも好きなんだみたいな感じなの。そんな女の子がこう初恋シンデレラの時にはこう勇気を振り絞って好きって言っているって思ってしまったらもうキャーなんですよね面白くてちょっとテンション上がってフェードアウトさせていった、一旦もうすごくないその世界線どういやーすごい、なんかもうそう考えるともうなんか面白くてまあね、いろんな考えがあるし、そのダダダダってだけの世界線っていうのもあるので、これはあくまで私の一つの考えというか、一つの物語っていう感じでこう捉えていただけたら嬉しいんですけれどももうねすんごくね聞いてて楽しい、歌詞を照らし合わせるのが楽しくて私はどうっていうのも違うけどああ楽しい、うん、そういう感じでございます。ライブでね披露するのも楽しみですねお時間ありがとう、教えてくれて楽しみ。そうインスタめっちゃ可愛いのね。そうなの、私は結構インスト聞くの好きな人です。ね、楽しそうで楽しいなのはよかった。楽しい。すごいなんかピンボケしてる。ありがとう。I love you。マリオくんありがとう。テンションがね、いやなんか歌詞のさ解釈っていろんな考え方ができるのが楽しいところだなって思うんでね最初のねポンみたいな、ポンみたいなね、音かわいいよね。振りもめっちゃかわいいよね。まだね
今度初めて見るみたいなさ方も多分いらっしゃると思うから楽しみにしててね楽しみにしてて。考察とかね、わかる。私もね、あの結構ファンの皆さんの考察とか、あのなんだろう、先輩方の新曲とか出るタイミングでめっちゃ調べるのね。で皆さんの考察とか見て、うわーすごい、ね、なってて楽しい、なるのよね、まあね、ダンスとかはね、さすがにちょっとここで踊るのはあれだしね、まあ現地でのお楽しみで していただけると嬉しいです。うれしい。記憶飛びましたね。ドキドキした？なんかね、こう初披露は福岡だったけど、ツアーファイナルまでにね、こうなんだろう、まあ、心の余裕というかがまた変わってくると思うし、また成長した姿であのファイナル迎えられたらなって思ってますねえ私もね、考察はすごいめっちゃできるタイプでは多分ないと思うんですけど、そう、自分なりに楽しんでるって感じかな。嬉しいね。もう今週来週末というか、すごいんですよ今月。まだイベントあの3つあるんですよ、大きく分けて。この親父大感謝祭あって、ツーショット撮影会があって、次の日あの神戸なんですね。神戸でホールツアー3、4公演目になりますね。すごくない？今月めっちゃ盛りだくさんなんですけどすごいテンション上がってマシンガントークになるの、すごい知ってくれてる、ありがとう。すごいよ、全部来てくれるの？嬉しすぎる、ありがとう、楽しもうね。そうだね、みんなも体調にお気をつけて。球技大会も楽しみ。そう、大感謝祭さ、詳しくは知らなくて、楽しみ、めっちゃ楽しみにしてるみんなに日頃の感謝を、大感謝をみんなにね、こうお届けできたらなと思います。球技は好き、投げるのは好き本番は蹴るのはなんか得意、不得意でもないって感じ。なんか授業内でしか触ったことないサッカーの授業でしかボールを蹴ったことがないから、あんまり。特大映像は見てくれたの？見てほしいんだ、みんなに。見てみてね。ね、すごいよね。だってさ、今月もうさ、3分の2ぐらいさ、終わりかけているかもって時にさ、まださ、イベント3つもあるんだよ。あさって、今日はアイス。まだ予定見ないとわかんないやごめんねごめん。プリンセスだったら海の人魚のプリンセスが好きいやー、好きちょっと歌おうに歌えない、さすがにさすがに歌えない。もうね、私あのなんかね、楽屋でさ、まあ、特にあゆみとかもうすごいあのいつもテンション高いからさ、あのたまにそういう流れになるのよ、海のプリンセスみたいな。
音楽をね誰かが歌い出したのに、私もこの曲大好きすぎて、劇団四季でもね見に行ってんのよ。もうそれが好きなのね。そう、どういう流れかは分からんよね、確かに難しいな説明は。そう、そういう流れがあるのよ。であゆみが歌い出すと、もう私のテンションがもう高くなりすぎて、もうみんな黙ってんのに、私はもう心の中でずっとその曲が終わるまで歌い続けてる、いつも。コバリオくんありがとう、欲しい、ありがとう、ありがとう。そう、劇団四季はめちゃめちゃすごかった。一人で見に行った、すごい。あ、違う、一人で見に行ったのは違うプリンセスの方だ、違うプリンセスの方だ。なんかこう変に隠すと変に伝わりそう。マサチャンネルさんありがとう。海のプリンセスの方はお母さんと一緒に行きました。そう、なんて言ったとか、そういうセルフパートもおっしゃってます。そう、雪の女王さんは一人で見に行って、そう、東京でね。そう、海のプリンセス海のプリンセスは福岡の時にお母さんと見に行きました。なんかね、舞台とか見るの好きね、私は。そうなの。動物の王様はすごい見に行きたいんだけど、いつもなんかこうタイミングが合わなくて、こう今行けるかもって思った時には、なんだろう、上映というかされてなくてみたいな、惜しいのよ、タイミングが。いつも絶対に見に行きたいものの作品の中に入ってる、私は。こじけんさんありがとう、くまーありがとう。すごい、100回も、すごい、私もいっぱい見に行きたいな。だから私さ、千と千尋の神隠しの舞台、すごく見に行きたくて、東京公演は私チケット取れなくて、で当日チケット行けるかもって思って、そのあったのよ、そういうのが。で当日その日の朝行ってみたりもしたんですけど、取れなくて、次大阪公演があったのね。もう大阪に私行こうかと思った、行けなかったけどね、行けなかったんだけど行こうかと思った。そう、本当に行きたかった。そう、当日券まで行って、でも私そういうさ、なんだろう、チケット系さ、すごい、もう最近なんてもう電子じゃないですか、もう電子チケット本当に得意じゃなくて、その電子機器がを使うのが私が下手っぴすぎて、操作があんま得意じゃないんですよ。そうなのよ。なんかね、当日券っていうか、なんか当日券の一個前の段階で、なんか電話をこう何時になったら電話かけて、その電話の先着順にチケット取れますみたいなのがあって、私もカレンダーにもう何日も前から入れて、もうこの日は何時に電話するんだと思ったら、その電話当日ってか電話その日、もうその時間、もうね、混雑しておりますってなってできませんでした。もうすごい倍率高すぎていけませんでした。もうね、難しい電子チケット系は。そうなのよ。諦めずに、諦めずにか、諦め、なんか、ああもう無理だ、受付終了しました、ちょっと難しいね。もうね、何度もリベンジ頑張ります。名残惜しいですね、本当に名残惜しい。まだ喋ってさえ、うん、お、嬉しい、得意になった。私もね、やっぱ何事も経験、本当に。55分まで、あ、ちゃ、50分までちょっと粘ってみる。
で終わってみて、55分には必ず配信終わります。結局伸ばすっていうやつ。そう、今年のね大感謝祭は配信がねあるんですよ。ありがたいことに配信でも、配信の先の君のスマートフォンや君のテレビ、君の iPad、タブレットの先にから大感謝届けるね。そう、インスタね今日ちょっと投稿したかったんだけど結局間に合わなくて、明日ねちょっとまた私服をね最近撮ったので投稿しますね。そう、私服をタグ付けするのにハマってて。謎でしょ、私服のタグ付けがすごく、なんかでもタグ付けっていうのがなんか面白いというか楽しくて、はーい楽しくて、いっぱい私服、今まで投稿してなかった私服とかをお洋服着て写真みんなに撮ってもらって、そう投稿したいです。そうだね、ねえタグ付けめっちゃ、メンション？コメントとかは見てます。なんか通知のところにコメントを見る欄があって、それで私見てますよ。そう、じゃあほんとね電子機器私がもうほんと詳しくなすぎて、みんなの会話に私がついていけてないっていう、ほんとになんかもう SNS 大丈夫そうって感じなんですけど、私なりに楽しんでいるんですけどね。そう、タグ付け嬉しい。なんかやっぱりね、お洋服どこのって聞いていただくこととかもあるんですけど、私なんだろう、お話し会とかで答えられる時もあるんだけど、時間が迫ってきてて、とか言ってたら、私もまたなんか時間経っちゃって、はーってなっちゃうので、そうインスタグラムとかでね、自分も何度も確認できてね、こう投稿できる時にねいっぱい発信できたらなと思っております。そう、なんかね焦ると出てこないのよ、そこでなんか時間をね使ってしまうのも申し訳ないし、そうなの。そうなのよ、嬉しい。私の系統みんな好きかな、どうかな、どうなのでしょうか。最近ね黒い服ばっかり着てる、なんか黒い服、今は黒い服の時期、私は多分時期によって本当今どちらかというともこういう黒白黒だけのお洋服を着て、この間は全身真っ黒でみたいな感じだったんですけど、時にはすごい青めっちゃ着たいとか、ピンクの気分とか、そういうね、あるので系統めっちゃ変わるんですけど。そうそうそう、この間の話か言っちゃってるやん。そう、あれって言っちゃうよね、なんかね。そうなんよ、いろんな色になっちゃうよ。またね、私は今年さ、夏服をね買ってたんだよ。この間、ほんとついこの間買って届いてたんですけど、もう一気に寒くなっちゃって着れなかったので、まあそれは来年に回すとして、逆に秋服を買っていなくて、秋冬服買っていなくて、買わなきゃってなってます。ってね、今ねいっぱいカートに入れては吟味して戻してみてとか言ってね、いっぱいねお洋服をねまた揃えられたらなと思います、今年のお洋服。そんなこんなでやばいです、時間が来てしまいました。
早いね。明日は配信できたらなって思ってます。ちょっと何時になるかわかんないけど、朝ではないのは確かです。起きれないからそうみたいな感じでございます。ちょっとできたらしたいなと思っているので、ぜひ明日もお時間あったら見に来てね。ということで今日も一日ありがとうございました。お話し会もね、久しぶりのオンラインですごく、あ、ちげちげちげ、まだ誕生日してないうるさい、本当に自分がうるさいごめん騒ぎすぎ。13の顔から来ますね、危ない、うん、はいちょっと待って、ちょっと一旦落ち着こう、しっかりして、自分本当にしっかりしてほしい。はい、ということでいきます。13位、ゴイさん、ゴイくんありがとう。12位、ハヤタくんありがとうございます。11位、がんばれこちゃんありがとうございます。10位、レグルスさんありがとうございます。9位、こじけんさんありがとうございます。こん、8位、しげちーさんありがとうございます。7位、げんさんありがとうございます。6位、まさチャンネルさんありがとうございます。5位、まちゃちゃんありがとうございます。4位、さむちゃんありがとうございます。3位、うぐらあやかちゃんありがとうございます。2位、こばりゅうくんありがとうございます。そして1位、さやちゃんありがとうございました。ママありがとう、ありがとうございました。すごい騒がし配信失礼いたしました。ああ、みんなにいっぱい突っ込まれてる本当に本当に失礼いたしました。52分ありがとうございます。楽しかった、今日もオンラインお話会、そう久しぶりにみんなとオンラインでねお話できて嬉しかったし、あの生野以上のお話とかツアーのお話とか、そう私そのハロウィンの仮装のねツイートにも書いてたけど、ハロウィンの仮装の反応が本当にみんななんかもうとびっきりもう100点満点すぎて、もうなんかね結構なんか多分普段の私だったらもう信じられないようなことをしていたから、あのみんなびっくりするのは、まあ、なんとなくこう想像ついてたんだけど、それでも私の想像以上のみんなが反応してくれててめちゃめちゃ嬉しくてありがとうございました。楽しみにしててね、今日ねあの用事で来れなかったよって方とかも多いと思うけどそう、それまでに今日写真撮ったので、あのハロウィンの日までに写真を厳選していっておきたいと思います楽しかった、またね来週もくまちゃんの日があるし、今週末も楽しみいっぱいあるから、明日からの1週間も一緒に頑張ろうね。そしてあと5分後ぐらいはアリスさんのお誕生日ですので、一緒にみんなでお祝いしましょう。私も起きてるからということで今日も見てくださってありがとうございました。すごい椅子からの画角で失礼いたしました。はい、チーズ。ということでバイバイ、おやすみ、ありがとうございました。またねー。